はい、ではここまで動画をご覧いただきありがとうございます。この度7月22日水曜日にコールド名古屋店でスタイリストデビューをさせていただくことになりました、名代翔太郎です。これまで僕に関わっていただいた、たくさんの方々、本当にありがとうございました。この動画の最後に僕のデビュー作品を、3スタイル動画に、載せさせていただきますので、よかったら最後まで見ていってください。で僕からは直接、一つだけお伝えさせていただきたいなと思います。僕がですね、こう美容師をやっている上で大切にしていることなんですけども、よくこう髪型で人生が変わるっていう言葉を耳にすると思うんですけども、僕自身本当に心からそう思っていて、髪型一つでこう人生がこうポジティブにネガティブにもどっち側にも、触れるかなと思っています。例えば、僕もこう髪の状態がすごい、カットの状態がぐちゃぐちゃでとか、朝セットがノーセットぐちゃぐちゃ寝癖って時に何かこう自信を持って行動できるかって言われたら、やっぱりできないんですよね。でもそれがこうカットがすごいよく決まっていて、セットもうまく上手にできたっていう時だったら、こういつもちょっと発言できなかった場面で発言ができたりとか、声をかけるのを迷っていた女の子に声がかけられたりとか、こう髪型っていうのがすごく自分に自信や勇気を与えてくれます。ファッションやこうアクセサリーとかメイクっていうのは日々変えることができますが、髪っていうのはやっぱりこう切ったらそこから1ヶ月なり2ヶ月の間ずっとこの状態が続いていくものなので、1回のその美容室での施術が、お客様の、1ヶ月2ヶ月の人生を変えてくれると思っています。ですので、僕はこの1回美容室で施術するその機会がお客様の1ヶ月2ヶ月の人生を背負っていると、本気で思っているので、それぐらいの覚悟を持って、いつも施術をさせていただいております。これからはスタイリストとして一からお客様と寄り添ってお客様の人生が少しでもいい方向に進むようにお手伝いさせていただきますので、もしよろしければ7月22日より、ホットペッパービューティーか、お店に直接お電話をいただいてご予約していただければなと思います。今後とも名代翔太郎をよろしくお願いいたします。